トライアナルクラフトベルクハンム発電所コンバインドサイクル発電は内燃力発電の排熱で気力発電を行う複合発電である。内燃機関としては主にガスタービンエンジンが使用される。この場合競技においてはガスタービンコンバインドサイクル発電という燃焼ガス温度をさらに高め省エネルギー性耐久性 環境的合性などを向上させた改良型に、1、摂取300度級の ACC、1、摂取500度級の MAC、1、摂取600度級の MAC2 がある。コンバインドサイクル発電には、次のような特徴がある。コンバインドサイクル発電の基本的、構造圧力容器内に収納した、流動油化ボイラーから発生した高温、高圧の蒸気により、 蒸気タービンを回して発電するとともに、ボイラーの、ハイガスにより、ガスタービンを回して発電する方式を、カ圧流動油化複合発電と呼ぶ。カ圧流動油化複合発電方式は、コンバインド発電方式のため、高い発電効率を得ることができ、さらにガスタービン空気圧縮機を使用することで、大型補給が不要となり、所内動力が低減されるため、 従来型の微粉炭発電に比べ、送電炭効率は約2%高くなる。さらに、燃料を加圧化で燃焼させるため、ボイラーを小型化できるほか、ボイラー内部で硫黄酸化物を除去する、炉内脱流方式により、排煙脱流装置が不要となることなどから、発電所をコンパクトに作ることができる。配管の摩耗や損傷が多く、 低い稼働率や高い補修費が問題となった。そのため、トマトを厚間発電所3号機は2005年に廃止、大崎発電所1から1号機も2011年に休止となった。また、同方式の予定だった大崎発電所1から2号機は建設計画が撤回され、別方式の実証設備とされた。燃料のガス化とコンバインドサイクル発電を組み合わせた。 発電形式を石炭ガス化複合発電と呼ぶ。低質な石炭や重質油、廃棄物などは、硫黄や塩素、重金属を含むことがあり、そのまま燃焼させて、発電を行うとその環境負荷物質が大気中に排出されて、問題となる。ガス化複合発電では、燃料をガス化した時に、それらの不純物を除去することができ。 そうして生成したクリーンなガスを用いて発電を行うことで環境負荷物質の少ない発電を行うことができる。また従来の方式に比べて二酸化炭素排出量を削減することができ石炭を燃料とした発電で石油発電並みの二酸化炭素排出量を達成することができる。石炭をガス化させた際に含まれる水素燃料電池の燃料とし 燃料電池、ガスタービン、蒸気タービンを組み合わせた発電形式を石炭ガス化燃料電池複合発電と呼ぶ。IGCC と比較しさらなる高効率発電が可能となり、二酸化炭素排出量の低減も図ることができる。コンバインドサイクル内に太陽熱を利用した発電方式を太陽熱複合発電と呼ぶ。 太陽熱発電の一種であり、太陽熱を補助熱源とし、蒸気サイクルの出力を増加させることで、発電能力の向上や燃料の使用量の低減を行うことができる。2010年に、イタリアのアルキメデス複合発電所で世界初のイスック発電設備が建設された。他にもアメリカ、エジプト、イラン、モロッコ。 アルジェリアなどで運転が開始されている。1940年代後半から開発は開始された。黒塩炉、溶油ジオロ、液体金属炉を1000度近い高温で創業してヘリウムで冷却し、ヘリウムをガスタービンで膨張、温度を低下させた後、排熱ボイラーで冷却して原子炉に戻す。基本的にガスタービン複合発電であり、 原子力発電の熱効率を向上させる。ありがとうございます。